着にホタテが出ます。ナルトとオフですね。ではおスープの方から。めっちゃ熱い。でした。美味しかったです。お腹いっぱい。トイレある。うまいね。めっちゃ綺麗。ここ車中泊できそうやね。うん、めっちゃ景色いいやん。まだちょっとそっち登ったりしてみる？はい。宗谷岬公園なんやここって。うん、へえ。祈りの子。はあ、天気がいいですね。良かったですね。はい、全然曇らないから。お前ね。水平線が。ああ見えます。いやもうちゃんとあら左派に見えてるやん。見えてる。うん。山がな。うん。しっかり見えてる。ロシアですよロシア。そう。まあ GoPro じゃ全く見えへんけど。あほらやっぱサハリン。サハリンも43キロですよ。めっちゃ。そこやん。そこやん。それ見えるわ。アンカレッジ。4845キロ。すごいですね。沖縄の石垣市2849キロ。どえらいとこあったわ。フランスグルノーブル市16639キロ。ちょっともう分からん。東京で1106キロ。東京でも1106キロもあるんや。いや遠い遠いよ遠いよ。俺からしたらアメリカが4845キロなんやと思って。確かにそんなもんなんや。もう分からへんわ。宗谷海域海軍戦没者。いつの戦争かな。ああ、第二次世界大戦。戦直前の。ここら辺もすごかったんやな。そうなんよね。日本は平和やな、今の日本は。うん、あでもボロボロやね。もうやっぱ中は当然入られへんか。うわ、ほんまや。うん。あ、怖、気ぃつけよ、ここ。怖いね。なんか、こんな。なあ。ね、確かにカラフト見えるもんね。あ、別に登れるわけじゃないんだな。あ、上はいいんだね。あ、この上まで行けるんかと思った。うん、どうしよう、レギュラー162円もすんねんけど。ひひひひって最北の宮崎。あここだって全部最北。最北やね。もうここオール最北シリーズ。全部最北シリーズ。見えるもん多分ほとんどが最北です。とりあえず下を見ますか。そうですね。日本で一番北の食べ所、ここで食ってもよかったけどね。あのポスト多分最北端です。ほんまやな。最北端じゃん。北緯45度31分22秒。最北端のお土産屋さんに入ってみますか。はい、お土産屋さん入ってみましょう。
あ、出た。あ、そういうことね。しもた、またこっちやってもでもやってもでもじゃあ、そっか、流氷があるってことは、まあまあ、12.9 あれマイナス30度じゃなかった。あれもそうだったね。よし、行こう。お、びっくりした。あ、すげえ。あ、寒い。これ真夏とかめっちゃ暑い時来たら最高やねんけど。でもここめっちゃ暑い時多分ないで。あ、そうだね。なんか怖いんだけどこれ。これなんかリアルやねんけど、すごく剥製かもしれんね。寒い。すごいね。寒い。でも流氷。寒い。流氷。なんか流氷って俺道東オホーツクとかの方のイメージだったけど、こっちも結構流れつくんよね。あ、めっちゃ来るやん。ほら、1月10日、1月20日、2月とか来るな。あ、でもやっぱりそのこっち側なんやね、このオホーツク側。いやー、やっぱそうやね、やっぱそうやね。だって結構有名やもんね、やっぱここがだからあれギリギリないんやな、流氷の。ちょっと寒いから出ます、ね、はい、出ましょう、はい、やばい。メガネバリ曇ってるわ。はぁ、あ、寒い、はい、ありがとうございます。メガネが全然直らへんのけど。そうか、全然メガネが。なんなの。はい、この最北端のお土産屋さんで売ってる証明書、うん、あ、証明書ね、100円、はい、ちゃんと日付と時間まで入ってる。すごい、すごい、すごい、うん、ガチの方じゃないのよね。ガチっていうか、その国がやってるやつじゃない。ここお土産屋さん独自のやつだから、日本の最北端、最西端、最南端、最東端を合わせたら地図になるみたいなやつは、あれは市役所かなんか行かなかんな。市役所とかに行かなかんって、うんうん、何箇所かあんねんけど、うん、これはまた別でここのやつ、はい、とラウンドキップの方が。あ、久々、3枚目じゃんこれ。3枚目かな、ありましたんで。どこやったっけ。松前でとシャコタン半島の海岸の方。あ、あっちの方か、うん、あです。3枚目、はい、22度もあるね、うん、もうっておかしいけどな、8月で。スタンプ押したよ、ここ。わーい。ちなみにこっちは、うん、昨日行ったお風呂のあるところ、うん、あ、シャワーのとこね。そう、シャワー100円で7分で、はい、あのコインランドリーが乾燥15分で100円の、はい、そうです、そうですね、最北端の海の駅、はいはい、いいよね、うん、休憩室回ってコインランドリー回ってシャワー回って安いし多いね、なんか多い。土平日ですよ、うん、ほんまによ、うん、まあね、みんなやっぱ最北端っていうのはやっぱそら来ない。旅人は行かない。そうですよね。間違いないわ。ついにここまで来ましたね。やってまいりました。日本一周を始めて1年最北。やったよね、やっと、うん、すごっ。こんなんなってね。ほんまやな。その向こうにはサハリンが見えると。見えるね。いうことです。本当に最北端。証明書ゲットだぜ。最北端。貝殻もあるよ。貝殻。はい。なんか何リットル以上とかあるみたいな。ああ、そうなんよね。詳しくは分かれた。ちょっと満タン入れましたからね。県外ナンバーを対象に給油した何リットル以上とかで給油した人に配ってる。ああ、なるほどね。無料です。県外、あ、交通安全の方が手書きで書いてくれてるわ。2021年交通安全やって。
俺はちょっとどっかこう、そうや ねせっかくやからね、こう本日の日付が入ってます。最北端のガソリンスタンドでガソリン入れました。満タン入れたよ、はい、高いけどちょっと高かったけど、もうまあこれは記念台ということで、はいはい、で、最北端の郵便局で向かっておりますが、はい、ちょっとあの物を出しに行こうかなと思ってます。が、どこだろう、あれや、あ、もう取りにくいや。これは何ですか？スタンプです。最北端の郵便局 の、うん、あの送った時に切手のところにさ、うん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 、押されるやつ。岸井ね、うん。そうそうそう。あいつ、うん、がこれらしい。へえ。それのスタンプ。なるほど。郵便局にスタンプあるって全然知らんくて。え、調べてたんや。そう。あ、ほんま。で、調べとったら出てきて、あ、それでいいんだよな。郵便局にもスタンプってあるんだと思って。あ、なるほど。まあ、ちょっと送るもあったからね。そう、あったから、うん、ついにね、はい、ゲットしました。了解です。はい。はい、普通に走りやすい道やな。ボコボコやけど。あ、大丈夫、ボコボコやな。貝殻、貝殻。あ、すごいね。これ人工的に敷き詰められてるっていうのもすごいよね。すごい。しかも何キロもあんねやろこれ。めっちゃ綺麗。このあの利尻富士やばいな。これは見事ですね。すごいわ。はい。天気いい時でよかったな。ほんまに。うん。